まっちゃんのサバイバルスペイン語講座始まるよ。こんにちは、まっちゃんです。こちらスペインをマラガからお送りするサバイバルスペイン語講座、今日もどうぞよろしくお願いいたします。私ですね、こちらスペインに来てからだいぶ時間がですね、予想以上に長くなっておりまして、こちらのスペインの生活をもとにですね、皆さんに何かを役に立てるような情報をお届けできればと思って、こちらのチャンネルを開設いたしました。ぜひですね、チャンネル登録をしていただいて、来年あたりね、ちょっとスペインに旅行行ってみたいなとか、スペインに移住を考えようとか、あとは長期滞在してみたいとかね、ワーキングホリデーなんかをね、お考えの皆さんに、もしくはただの暇つぶしの皆さんね、役に立てるようにですね、頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、ちょっとうちの猫ね、いつもあれです、オープニングに出てくるちょっと不愛想な猫なんですけど、ちょっと今日獣医さんにね行ってきました。でせっかくですから、こちらのですね、ペット事情、マスコタね、ペット事情をお伝えしていければと思いますね。でですね、今日ですね、うちの猫バクーナね、猫でなんていうのが、狂犬病みたいになるでしょ。猫用のバクーナ予防接種に行ってまいりました。で実際ね、そういう病気も実際にはないらしいんですけど、これはアンダルシアの州からですね、義務付けられてて、毎年1回注射しなければいけないことになってますね。でうちの猫ですね、3年半ぐらい前になるんですけど、ある団体からですね、譲渡してもらったものになります。ものというか猫ちゃんになります。そこのね、団体はマラガの、海辺とかね、山とかで結構ね、野良猫が、ね、いっぱいいる地域があるんですよ。でそこの地域で、そこで餌をあげたりとか、その団体の目的としては、その猫ちゃんを全部ね、避妊手術をしていくということになります。で残念ながらですね、手術が間に合わなくて赤ちゃんができちゃったなんていうね、場合ももちろんあるんで、その時に保護された子猫を、SNS なんかで、ちょっとこうね、オープンにして、それを里親を探していくという活動もしているようですね。でうちの猫ちゃんですね、あれですよ、その時にね、披露されたお写真というのは、もうこれまた本当に可愛くて、もう可憐で、これまたどうしたって感じで、私ね、一目惚れいたしまして、それでその猫ちゃんを譲り受けたということになりますね。でね、捨てられてたのがね、捨てられてたとか、まあ、置いてあったところは、まあ、グアダルオルセっていうね、下水処理場があるんですよ、マラガに。でそこの近くの臭いところですよ。でそこでかわいそうにね、兄弟と一緒にね、5匹ぐらいそこにいたようですね。でね、なんだかね、その子猫ちゃん全部ね、色が違うんでしょ。シャムタイプのがいたり、茶色のがいたり、うちの猫みたいな、ね、サビ猫みたいのがいたりして、これもお母さんだいぶ遊んでたのかなって感じなんですけど、まあ、それでね、うちの猫ちゃん、でそれはどういうふうにね、手に入れたかというと、まあ、そこ連絡をいたしましてですね、そうするとね、そこの団体からね、なんかすごいね、アンケートが送られてくるんですよ。で、私のその、ペットに対するその何ですかね、考え方であるとか、あとはその家族構成ね、私のね、あと家の広さとか、そういうのに全部ね書くんです。でそれ書いて、で審査が通ったら、今度ね、うちにね、そのお姉さんと、猫がね、こう視察に来るわけですよ。でこう窓とか開けてね、ここは網戸つけなきゃダメよとか、ここを下落ちるからちょっとこうなんか柵を置いてくださいねとかね、そういう指示があるわけです。で、まあ、大体家猫として育てるように指示が出て、で、まあ、それで、まあ、視察が OK になれば、まあ、生後3ヶ月ぐらいをめどに受け取るという形になりますね。で、今日ね、行ってきたその獣医さんが、まあ、そこで最初の、契約書みたいのを、交わした場所になるんです。で、まあ、そのままね、そこでもお世話してもらってるんですけど、そういう契約書にはね、あれです、6ヶ月後ぐらい、6ヶ月後、生後6ヶ月ね、経ったぐらいに、猫ちゃんの最初の、発情期みたいなのが来ます。で、その前か、もしくはそれぐらいの時期に、避妊手術をすること。あと、最初にチップを入れること。それがね、義務付けられています。今日もちょっと元気よくトイレ掃除なさってますけども、で最初にチップ入れましてね、チップも米粒大ぐらいのものをですね、注射器でチュチュッと
注入するわけですけど、でそこに番号が入ってて、でその番号をもとにですね、私の飼い主のそのデータとか、あとはのバクーナ、その予防接種の、進行状況とかが、記載されているわけですね。でね、そこで、こんな感じでちょっとこういうふうに、猫ちゃんのパスポート、ワンちゃんも多分そうだと思うんでしょう。でこれをね、もらえるわけです。でこれヨーロッパ全部で使えるってことなんで、あれですね、これ取っとくといいと思います。取らなきゃいけないんです、本当はね。で、実際そういえばね、ヨーロッパ国内とか、国外、ドイツとか行くときとかね、飛行機に乗ってると、普通にね、ワンちゃんが横に座ったりすることがあるんですよ。奥さん、今日どちらいらっしゃるのなんてね、会話を交わしたりすることにもなりますね。チップ入れておくとね、猫がちょっといなくなったとか、ワンちゃんが迷い犬になっちゃったとか、そういう時にも、こう見つけた人が、その子たちを保護して、獣医さんに連れてって、チップが入ってると、飼い主が判明するんで、で、そこからね、またお家に帰れるというようなことなんで、でもぜひぜひね、こちらにいらっしゃるワンちゃん、猫ちゃんは、チップを入れていただきたいと思いますね。で、ワンちゃんに関してはですね、それ以外にもちょっとシステムがあるらしくて、これちょっと面白いんでね、ご紹介しますね。私がね、マラが来た時ね、最初来た時はね、こう道端、こう道に歩くとね、1メートル間隔ごとぐらいに、ワンちゃんのうんちが、こう落ちるわけですよ。で、あんまりにもいっぱいあるんで、これわざと設置してあるのかなっていうぐらいの量だったんです。まあ、でそれやっぱりね、衛生上良くないんで、それをなくそうということで、まずあれです、ちゃんとうんちした後は、飼い主がですね、きっちりそれを掃除して持ち帰るという条例を作りました。でそれでもね、なかなかまだ改善されないんで、3、4年ぐらい前に導入されたシステムっていうのがですね、これがもう画期的で、もうぜひ日本でもやっていただきたいんですけど、ワンちゃんね、それぞれチップ入れてるワンちゃんね、 DNA 検査を、獣医さんでしましてですね、その DNA を登録するわけです。で、どうするのってことなんですけど、道で落ちるね、うんちから、その DNA を採取して、それで身元をね、飼い主の身元を、探して、で、罰金を徴収するというシステムになっています。まあ、これ、実際にね、それ調べてる人とかも見たことないし、罰金取られたなんていうね、話もあんまり聞いたことないね、まあ、脅しみたいなことだと思うんですよ。で、罰金でね、儲けようっていうね、アンダルシアのね、ちょっと心は伺い知れるシステムでございますね。でせっかくですからね、獣医さんで使えそうな言葉を少しね、ご紹介していきたいと思います。で、獣医さんはベテリナリオと言います。ベテリナリオね。で、ワンちゃんはペロ。ね。例のペロですよ。で、R がね、R の発音が。ちょっとお勉強してますか皆さんね。ペロ。で、メス犬に関してはペラと言います。で、まあ、ペロがまあ総称になるんでしょうかね。で、猫ちゃんはガト。これも総称ね。で、まあ、オス猫が、ガトで、メス猫はガタ。うちの猫ちゃんはガティータ、可愛いからガティータっていう風に呼ばれますね。で、まあ、だいたい獣医さんね、今日行ったところもそうですけど、女の先生結構多いんでしょ。で、女の先生若くって、看護さんも若くって、で、トリミングするお姉さんも若くって、今日行ったらおじさんいっぱい来てました、犬連れてね、用もないのに。それでですね、バクーナ、これが予防接種ね、バクーナでラビアっていうのを今日うちの子はしてまいりましたね、バクーナ。あとはですね、ピペタっていうのがあるんですけど、ちょっとこう首のところにね、つけて、お腹の虫とか、こう毛についた虫とかをこう駆除する薬、ピペタって言いますね。で、あと、まあ、あれですね、餌なんかもそこ置いてあるんですけど、餌はね、あれですね、ピエンソっていうんですよ、カリカリってやつね、カリカリをピエンソって言いますね。で、こう、缶詰とかに入ってるちょっと柔らかめのはコミーダ、ウメダって言うんですけど、そういうのもね、獣医さんにね、置いてあったりします。あと、おもちゃとか、トイレとか、そういうのも置いてあってね、面白いんですよ。で、猫は猫用のね、待合室とかあって、それも可愛くてね、猫さんもね。あと、あれです、アンビンタドールって言ってね、よそからね、来てちょっと不安がある猫ちゃんとか、ワンちゃんね、のために、ちょっとこう、なんですか、香りというか、なんかそういうね、煙が出て、猫さんが落ち着いていられる待合室なんかも用意されてますね。で、こちらね、ワンちゃんなんかね、品種がね、ちょっとあんまりこう、日本と呼び方が少し異なってくるんですよ。
例えばだいたいおばあさんね、道端で歩いてるのおばあさんみんなヨークシャーテリア連れてます。それジョークシャイって言うんですけど、あとはですね、こっちでよく見かけるのが、ペロデアゴアつって、なんかこうモコモコっとねした、なんかモク犬みたいなやつ、ちょっと名前わかんないんだけど、それはね、毛のこうアレルギーが出ないんですって。でその犬も、ね、よく見かけますね。あとね、あれです、細いカリカリガリガリの漁するね犬がいるんですけど、それはガルゴって言いますね。で今日もね、あれです、トリミングに来てたでっかいシェパードがいるんですけど、それはパストルアレマン、パストルアレマンって言いますね。で柴犬なんかもね、最近ねちょっとだけですけど見かけるようになりました。それはね、千葉って言いますね。かわいい、ほんと柴犬かわいいですね。で猫ちゃんはね、ワンちゃんもそうでしょうけど、だいたい本当にそういう何でしょう、純粋な品種っていうのはブリーダーさんからね直接入手するようになりますね。で、まあ、だいたいどこのお家でも、保護団体とか保護施設から、譲り受けるような形の方が多いと思いますね。で そういう方がもう絶対いいと思います。お金もかからないし、ね、何かちょっとね、ハートフルな感じになるんで、その方をねおすすめしますね。せっかくですから、あれです、次回のね、予防接種の、ね、予約をしていきたいと思います。ですね。ケロペリルナシータ、パラプロクシマ。次のね、予約お願いしますって言いました。さあね、コアノレットか、彼女の、いつ当たんの？いつ？って言うから、私がですね、フーニョッケビエニ、来年の6月だと言いましたね、トアビアノのってね、断られましたね。で、私ですね、今ね、猫ちゃんと一緒にね、もう幸せな生活をしてるわけなんですけど、小さい頃はね、ワンちゃん、犬派だったんですよ。で、大体いつも小さいとこから、うちにね、犬がいましてですね、で、小学校の2、3年だったかな、2、3年頃、ね、うちの両親がですね、私に可愛いね、ヨークシャテリアを、ちょっとね、もう県外から取り寄せてくれたわけです。まだその頃ね、ヨークシャテリアなんかいませんよ。そこから取り寄せてくれて、最初に男の子が来て、その次にお嫁さんが来たんですけど、で、赤ちゃんも生まれたりなんかしてね、で、幸せに暮らしたわけです。で、私がね、ある日、学校から帰ってきましてね、で、ワンちゃんね、男の子ね、殿下って呼んでたんですけど、太陽にほえろの殿下から来てます。で、殿下、どこって探したらね、いないんですよ。で、うちの母親に、ね、殿下って聞いたらですね、母親がですね、大きな犬の餌袋、新しいの指さしてですね、殿下、これ殿下って言うわけですよ。で、何どうしたのって聞いたら、その殿下ちゃんね、こう、コンクールに出られるような感じの綺麗なヨークシャーテリアだったんです。で、コンクール用に、そのペット屋さんにね、餌と交換してきたっていうわけです。どういうことだと思ったんですけどね。で、まあ私もね、あれですよ、繊細な年頃なんでね、その日は一晩、泣き明かしたわけなんでございますけども。で、その餌はどうしたかっていうと、まあ、お嫁さんのね、ワンちゃんと娘たちが食べたというお話になってますね。ね、これはもう思い出、もう一生忘れられないお話になっています。今回もですね、こんな感じでちょっとね、スペインで役立つようなね、情報をちょっとお伝えできたかなと思っております。また次回もですね、こちらで、ね、こちらから発信する、ためになる簡単で、楽しいスペイン語をね、お勉強していければと思います。今回もご視聴大変ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、高評価ボタンね、コメントなんかもぜひお待ちしております。またじゃあこちらマラガでお会いいたしましょう。さよなら。アディオス。またバイバイ。